ミーシャの歌唱力ってすすごいですよね、えー、NHK の「紅白」でナミビアかなんかの砂漠で歌ったっていうのがあるんですけどであれがなんかその砂漠でちゃんと本当に収録したらしいんですよねなのでその NHK の技術力すげえなっていう話なんですけど MISIA、まあ、さんの歌もすごいんですけどそのまずナミビア組んだりまで行ってその風の音とか砂とかバンバン飛んでるところであのちゃんと音を取るっていうさすが NHK すげえって思ったんですけどもうそのあの歌が上手いというのはどういう能力かって結構難しいんですよね。 あの結局そのなんか歌うというのはもともとあるオリジナルを完全に再現することがうまいということであれ,であればそのオリジナルの曲を持っている人の歌を超えることはできないじゃないですかでも別にそのオリジナルの人が歌ったのよりさらに感動する歌い方をした場合にそれは歌がうまいよねっていうふうに行くのだとするとそれは歌がうまいのではなくアレンジ力の可能性もあるんですよね。 要はそのオリジナルの歌をどう変化させるかっていうので本来であればこの,あの音符で出す音をあえて半音下に出すみたいなのでこの方が人は感動するよねとかそのあえてちょっとためを増やすとかっていうそこのアレンジ力がその結局その人に感動を与えるのであればそれは歌が上手いではなくアレンジ力なのではないか問題っていうのもあったりするんですよ。